日本に来て実際に日本に暮らしてから、うん、あと他の人周りの人と友達作って、うん、そこの生活感じてやっぱ日本は私の生活のリズムが合うって感じて、うん、そこにずっと暮らしたいから、うん、頑張って日本で就職します。GIU で就職センターの先生、うん、そこの先生も聞いて意見をもらって自分もっと他の就職してる友達も一緒に相談してて、あと今日本で就職している先輩、その先輩も面接の経験とか自己 PR 書くときどうやって行うとかっていうアドバイスをもらっています。今応募してる会社は 80% くらいは3月から4月から入社できますから、9月から入社できる会社あんまりないから、うん、就職するときも会社少ないです。倍率も高そうだよね。募集したら人数少ないとかね。はい、うん、とても少ないです。見つけるの大変でしたか？めっちゃ大変です。結構大変です。留学生の就職アドバイスは、留学生、外国人として日本の就職に関する内容もし何か分からないから、絶対先輩とか友達とかあと先生と相談した方がいい、うん、自分分かんないだから勉強する。あと生活については、一人暮らし結構大変だから、うん、もし何か悲しいことがあれば、心配することがあれば、友達もっと作った方がいい、友達多いの方がいい、みんなが一緒に相談遊びできますから、その一人暮らしの辛さが合わない、